ランゲルハンス島ー公会は、ノイロニムス・ノドルス・フリーゼルという架空の人物が、表した、公海記という体裁の小説である。現在は、パラディーキコン、ウェルチス・スイスト・アブリス・アンド、ファーズウック・アイ・ナーム・ムスタンド・リカニ・ストリエフォン・デア、アン・リッジ・アンド、ムエルト・デア・ランガー・ハンズ、スケン・インスレイ。パラディーキコンは、作読症の意である。ドイツ軍艦前頭号による数多くの軍島からなる。 ランゲルハンス島を調査した知種である。しかし、ランゲルハンス島は、水臓の内部に存在する細胞の名前であり、全道号に同行して、本書を表した探検家フリーゼルも実在の人物ではない。全道号の乗組員の名簿から始まり、群島全体、群島の中心であるターベ、その他の島々の地理、歴史、特産品などを解説している。しかし、その内容は、 前編パロディである。地名、人名に医学用語が用いられていたり、実在の政治家の名前が文字られて使用されている。そのために由来がわからないこともある。ありがとうございます。